薩長を中心とした新政府軍は、鳥羽伏見の戦いで勝利し、江戸に進軍し、江戸城は無血開城で、これまで旗色を明確にしていなかった西日本の諸藩も、新政府軍に参加した。東北地方では奥羽越列藩同盟が結ばれ、白川口の戦いが始まり、装備に優れた新政府軍は、たびたび旧幕府軍を撃破していたが、戦力の不足は顕著であり、決定的な勝利は得られないでいた。しかし、その後、上野での将棋隊との戦闘など、関東地方での戦闘が収束しつつあり、新政府軍は、東北地方へ兵力を移動できる状態になり、板垣退助率いる土佐藩兵と薩摩藩兵を中心とする一軍が、白川口への援軍に向けられた。新政府軍は、さらに、海路を用いて、白川口から、東の岩木地方の枚方に敵前上陸し、浜通りを攻め上る作戦を立案した。上陸作戦の第一陣は、薩摩藩、大村藩、佐土原藩の三藩専用名だった。これに対し、列藩同盟側は、枚方周辺に、仙台藩を中心にした部隊と、浜通り、諸藩の兵を配置していた。浜通りは、仙台藩が主導しており、また、岩木平藩は一貫して砂漠派だったが、他の三藩は、小藩で反論が割れていたが、仙台藩、二本松藩、会津藩らに近い地政的な理由から仙台藩に追従していた。6月16日新政府の輸送艦が枚方に到着。全軍上陸させようと村民らに金銭、子供らに菓子などを渡して懐柔し、さらに朝廷の御用であることと賃金を支払う旨を約束して揚陸を手伝わせた。この間、列藩同盟軍はなぜか兵を動かさず後退した。新政府軍の枚方への上陸を許してしまった列藩同盟軍は、関田方面に出撃し、新政府軍と戦闘状態に入ったが、新型装備の新政府軍に撃破され敗走した。これにより、新政府軍は、第二陣到着までの時間を稼ぐことに成功し、同月20日には、薩摩藩、大村藩、佐土原藩など、1500名となった。これに対し、列藩同盟軍も、相馬中村藩は、七小隊、米沢藩は、一大隊、仙台藩は、三大隊を岩木平に出兵した。24日、相馬中村藩兵が岩木平城に到着したのを機に、稲賀屋の同盟軍は出撃し、新政府軍に、好意的な集落は放火し、上田の八幡山に陣を構えた。この近くに陣を構えていた岡山藩兵は、八幡山を攻め、激戦になった。新政府軍は、薩摩、柳川藩兵を援軍に出し、これにより、同盟側は、八幡山防衛を断念し撤退した。翌25日、土佐藩の板垣退助が、800の兵で棚倉城を攻略したとの情報が、枚方にも届いた。これにより、白川口の戦いは、一挙に新政府優位に傾き、新政府軍は、本格的な北進の準備を始めつつあった。枚方勢も、28日から白川勢と連携し、浜通り、諸藩へ攻勢に出ることを決定した。28日午前、新政府軍は、薩摩、岡山、大村藩は、海沿いを通り泉藩へ向かい、柳川、佐土原藩は、山道を通り稲賀屋藩、平藩へ向かった。列藩同盟軍は、小浜付近に陣を築き、先方の薩摩隊を迎え撃った。これに対し、
薩摩隊は兵を二つに分けて一隊を迂回させ同盟軍を攻撃して敗走させた。新政府軍はこのまま和泉藩の和泉陣屋を攻撃し、藩主が退却した後の和泉陣屋を難なく占領した。湯長屋に向かった谷中は、佐渡原藩隊は堅牢な陣地で交戦する列藩同盟軍に対し攻略の糸口がつかめずにいた。しかし和泉藩を攻略した薩摩隊が列藩同盟軍の左側背に突如として出現したことで、同盟軍は動揺し、さらに別の薩摩隊が同盟軍の後背に現れ、同盟軍は回走し、湯長屋盾は難なく占領された。また、増援として、和泉藩と湯長屋藩に向かっていた仙台藩の大隊は、林道を進軍中に左右から攻撃を受け、多数の死傷者と逃走兵を生じさせ、残存の部隊は岩木平城へ撤退した。岩木平は、大羽越同盟軍にとって重要な拠点であり、同盟軍の戦意も旺盛だった。同日、米沢隊が援兵として加わり、米沢、仙台、相馬中村隊は、稲荷台に砲陣を敷いた。火縄銃が主体の列藩同盟軍であったが、米沢隊は元米銃で武装しており、猛射によって、新政府軍の前進を食い止め、新政府軍は攻めあぐねたまま日没を迎え、湯長屋に一時退却した。この日、仙台藩の一大隊が小名浜に上陸し、和泉領奪還に向かっていた。仙台隊は密集陣形で水田地帯を進軍中、岡山、佐渡原隊の援軍に向かう薩摩、大村隊と遭遇した。仙台隊は、薩摩隊の最初の砲撃で多数の負傷者を生じ、間髪を入れずの薩摩隊の突撃と、側面からの大村隊の一斉射撃で総崩れとなり、一部の兵は小名浜へ撤退したが、実質的に大隊は壊滅した。同盟軍は、新政府軍の岩木平への初戦の攻撃をかろうじて退けたが、被害は甚大で、戦況は日に日に悪化していた。白川口の戦いは敗れ、棚倉城は落城し、浜通り、中通りの諸藩は動揺していた。岩木平藩は、藩主安野卯信武は不在で、城を守る隠居の安藤信正は、強い砂漠思想を持っていたが、反論がまとまっているとは言い難かった。それに対して、新政府軍は、枚方に続々と援兵が到着し、7月12日には新政府軍の兵力はほぼ倍になった。7月13日未明、新政府軍約3000は同盟軍800が守る岩木平城攻めを開始した。新政府軍は兵を三分し、左翼隊は稲荷台陣地を攻撃し、中央隊、右翼隊は稲荷台が混乱している隙に岩木平城下になだれ込んだ。平城への退路を断たれる状況に、稲荷台の同盟軍は城に撤退し、新政府軍はとうとう岩木平城の東西南の三面を包囲した。北方面についてはあえて兵をつけず逃走経路として残していた。その日の空模様は雷雨で、火縄銃主体の仙台、相馬中村藩の火力は著しく減退していた。岩木平城の同盟軍は、四つ倉に陣を敷く同盟軍の援軍に頼るしかない状況だったが、岩木平城周辺での戦闘で消耗しきっており、弾薬の補給と部隊の再編成が急務であり、13日中の援軍出撃は不可能だった。以上の経緯から、戦況の甚だしく不利であることは、籠城側の列藩同盟軍も把握しており、藩主に代わって岩木平城主となっていた安藤信正は、
家臣団に説得されて、午後に脱出を決意し、仙台隊と共に城を逃れ出た。しかし、城に残った岩木平と相馬中村藩兵は、戦意を失わず、死を覚悟し、城内の銃器を役目、身分を問わず配布し、4小隊200名ほどを編成し、新型装備の3000名の新政府軍と対峙した。新政府軍は、歩兵の突入によって、一気の制圧を図るが、城方の頑強な抵抗に遭い、日が暮れるまで持ちこたえていた。新政府軍は、薩摩藩を除き、この日の攻撃を終えて一旦引き上げたが、薩摩藩は、攻撃の手を休めることはなかった。岩木平城側は、少数のため交代人員も立てられず、戦いを継続することは、もはや不可能な状況で、深夜0時、城内に火を放ち、全軍引き上げを開始し、岩木平城は、火に包まれ落城した。四つ倉に陣を構えていた列藩同盟軍は、相馬中村藩領での体制立て直しを期して、陣を引き払った。浜通りの新政府軍の最終目標は、同盟軍の中心の仙台藩で、その後の白川の新政府軍と連携しながら北上することになり、枚方軍を二分し、一方は山間の道を抜けて、白川口の部隊と共に三春藩方面を攻撃し、もう一方は、広野と熊川で待ち構える相馬中村隊と仙台隊に向けて兵を進めることになる。